カンノーロは、カプチーノやエスプレッソとよく合う。トラーパニのカンノーロパレルモのカンノーロカンノーロ、カンノーリカノーリー、複数形、シチリア方言、カンノールカノール、アルバニア語、カノヤットコンジェットは、イタリアのペストリー菓子である。日本語では複数型に由来するカンノーリの名前で、呼ばれることもある。カンノーロの発祥地は、シチリア島であり、シチリアの歌手の中でも、 最も有名なものの一つである。カンのうロは、現在では一年中食べられるが、本来は、舎肉祭を祝って作られる季節菓子である。イタリア系アメリカ人のデザートとしても大変人気が高い。カンのうろの意味は、小さな筒で、ラテン語のカンナを語源としている。直訳すると足だが、竹や砂糖きびの茎の意味もある。ちなみに、 かつて、寒濃炉を遠筒状に調理するために、砂糖きびの茎が多く利用されていた。現代でも、家庭内で寒濃炉を調理する際は、砂糖きびを利用する人もいるが、公共衛生観念から、レストランや菓子店などの商業施設での使用は許可されていない。並べられた寒濃炉。左隣は、ナポリ名物の馬場客の注文を受けてから川に、 クリームを詰めて作られた甘能炉。トッピングは、アーモンドとチョコイタリアの甘能炉は、小麦粉ベースの生地を薄く伸ばし、正方形に切ってから金属製の円筒に巻き付けて、低温の植物油カラードで、筒状に揚げた皮の中に、甘みをつけた、リコッタチーズにバニラ、チョコレート、ピスタチオ、マルサラシュ、ローズウォーターやその他の風味のうちいくつかを混ぜ合わせた、クリームを詰めたものである。 シチリア地方では、牛乳製リコッタが使用されるが、その他の地方では、牛乳製も使用される。カノーロが、もともと季節菓子だったのも、冬の間溶乳の脂肪分などが増え、コクとうまみが増すからである。菓子職人によっては小さく切った果物の砂糖漬けや、ズッカータを、クリームに混ぜたり両端に飾ったりする。シチリア地方以外では、リコッタではなく、カスタードクリームを使用する。 菓子職人もいる。皮の生地には砂糖、塩、重曹、シナモン、卵黄、マルサラシュ、ラードが入り、ココアを混ぜて、チョコレート味にすることもある。カンノーロの大きさは様々で、指よりも細い。カンヌーリッキからシチリアとバレルモの南にある、ピアーナデッリアルバネージ特産の拳サイズのものまでが、見受けられる。 クリームを詰めると皮が水分を吸って湿ってしまうため、大きさに関係なく、食べる直前まで待ってから皮にクリームを詰めた方が、クリームの柔らかさと皮のパリパリ感の対比を、最大限に楽しむことができる。注文を受けてからクリームを詰めた寒濃炉を特に、寒濃炉エスプレッソと呼ぶ。比較的大きい寒濃炉が好まれることで有名な、ピアーナデッリアルバネージでは、 世界一長い観能炉製作への挑戦が続けられており、2003年には4メートル3センチ、2004年には4メートル84センチの最長観能炉記録がギネス世界記録として認定された。シチリアのシャニク肉祭には、ツバのある鉄兜カブトの形をしたテスタディトルコという菓子も観能炉と同じ材料を使って作られる。これは本物のカブトと同じ大きさにあげた皮に、 リコッタチーズのクリームを詰めた巨大な菓子で、ツバをパステルカラーのクリームを詰めた小さな肝臓炉で飾ったり、細かなパステルカラーの砂糖菓子をまぶすこともある。ピスタチオやローズウォーターが入ることから、肝臓炉の起源はアラブ人がシチリア島を支配していた時代かそれ以前まで遡ると考えられている。筒状の形はドルイド教の影響を思わせ、舎肉サイトの関係から、 工場のシンボルであるとも考えられる。ある伝説によれば、カンノー炉はカルタニセッタのハレムで生まれたという。アメリカ合衆国では、ニューヨークのリトルイタリーやボストンのノースエンドなど、古くからイタリア系移民が多く住んだ地域なら、イタリア菓子の専門店やイタリア料理店のデザートのメニューの中に必ず、ノー炉を見つけることができる。アメリカ合衆国では、 リコッタの代わりに甘みをつけたマスカルポーネもしくは砂糖と牛乳とコーンスターチで作ったクリームを詰めることも多い。これは20世紀初頭のシチリアからの移民がアメリカ合衆国で手に入りやすい材料で甘農炉を作ることを余儀なくされたためであると考えられる。クリームには果物の砂糖漬けよりもむしろ小粒のチョコレートを混ぜることが多く皮を チョコレートでコーティングしてからクリームを詰めた感動炉も作られている。ありがとうございます。